クムホタイヤ株式会社は大韓民国のタイヤメーカーである。クムホタイヤ、マーシャルタイヤ、ゼッタムタイヤのブランドを展開する。1960年に大韓民国で設立され、韓国内ではハンコックタイヤとネクセンタイヤとシェア争いを繰り広げるタイヤメーカーであったが、日式湖、アシアナグループの業績悪化の影響を受け2009年にワークアウトを申請。 その後2018年より中国のチンタオのタイヤメーカーであるチンタオ総補使の参加に入ることとなった。クムホタイヤはジスマークの国印はないが規格自体は取得済みで他にも国際標準化機構などの認定を取得している。世界的な自動車用品の工業規格であるアメリカの DOT 規格やヨーロッパの E 規格をクリアしており、 純正タイヤとして採用している自動車メーカーも近年では増えている。日本国内でも大手カー用品店、オートバックスがプライベートブランドを扱いで空モブランドの専売タイヤを展開し販売を手掛けている。また、地方のカー用品店でも販売を行っている。2011年、韓国メーカーとしては初となるラベリング制度を取得したエコタイヤを発表した。 クムホがタイヤを供給するマスターズ F3 近年はモータースポーツへ熱心に取り組んでおり、韓国国内で行われているスーパーレースチャンピオンシップにタイヤを供給していたほか、ヨーロッパではマスターズ F3、ユーロ界3シリーズ、オート GP など、日本では全日本 GT 選手権スーパー GT やスーパー耐久などのカテゴリーにタイヤを供給していた。 しかし2012年時点でこれらの活動はすべて集団されており、富士チャンピオンレースなどのアマチュアレースへの支援を行う程度に止まっていた。2014年より、韓国のスパーレースチャンピオンシップにタイヤ供給を開始し、モータースポーツへの本格復帰を図っている。チーム竹内は2006年の鈴鹿 1000km の GT300 クラスにおいて、 クムホタイヤを履いた車として、また、韓国のタイヤメーカーとして初優勝を果たした。2010年、タスマニアで行われた、オーストラリアラリー選手権のタイヤサプライヤーを務めたが、タイヤサイズによってコンパウンドが違っており、コントロールタイヤにもかかわらずイコールコンディションが保たれていないという前代未聞の事態となった。選手からの不満はもちろん、主催者からクムホに対して、 多くの疑問が投げかけられたが、わずかな回答しか得られていない。ありがとうございます。